添島メイアナウンサー .nhk ニュースおはよう日本、平日前後、ゼロのキャスター陣が12日、連続テレビ小説、らんまん、月曜から土曜前8、ゼロの感想を語る、朝ドラ送り、を行った。11日に放送された、らんまん、第7回について、三条正幸アナウンサー、41、が、万太郎くん、ちょっとスイッチ入った感ありましたね、と指摘すると、手動なちこアナ、43、は、でもちょっと心配だから、おばあちゃんは見に行っちゃうんじゃないですかね。と万太郎の祖母、滝、松坂恵子、の行動に注目。伊藤海彦アナ、37、が、見に行っちゃダメだ、と苦笑する中、添島メイアナ、31、は、気持ちはわかるけど我慢してほしい、と願っていた。第7回あらすじ、入学初日から武家の子らにいじめられた万太郎、小林正人、は、授業を放棄して帰ろうとする。門前で謎の男、寺脇康文に、今こそ変わる時だ、と声をかけられ、心がざわつくのだった。